じいちゃん、じいちゃん来てるんでしょ。来てるんだったら来てるんだってことをみんなに教えてあげて。そうおばあちゃんが言ったとき、ぶら下げてあった提灯が突然真ん中からばかりと割れた。今日はようこそお越しくださいました、白石加代子の百物語でございます。ありがとうございます。怖い話、不思議な話を持ち寄って話聞く集まりが百物語でございます。昔座敷の真ん中に大きな行灯を一つ置き、その行灯の中に100本の灯芯を用意して、そのすべてに火をつけて、こうこうと明るい座敷の中で百物語は始められたのだそうでございます。一つお話が終わるたびに一つずつ灯芯を抜いていく。やがて100番目のお話が終わり、最後の灯芯が引き抜かれると、座敷は真の闇になる。すると、その闇の中に世にも恐ろしい変化のものが本当に現れるのだと言い伝えられています。つまり100番目のお話は決して語ってはいけないということなんですね。半村亮、タンス。なんや、変わった話でもしょうかいね。というたかて、おらみたいしなばあばにはとんと昔の話しかようでけんのやけど、こりゃまあ変わった話言うたら変わっとんのやわいね。その頃この家に一助という弟がおったそうや。一助弟が働き盛りの年頃のことやけど、じいじもばあばもまだおらして、それにかあかと16を頭に3つの盆地まで8人の子供らじゃおったのやと。昔はと言うてもついこないだまでのことやけど、どこの家も備えしてみんな子だくさんやったわいね。どないしとんのや知らんけど、今はもう子供もよけ作らんと、やれテレビやたら冷蔵庫やたらあもって暮らしとるがやね。あ、そやけど今の方がええことはええわいね。言うとくけど、その盆地も一助の母かも他の子供たちもみんなおとなしゅうて、一助と弟の言うことを素直に聞くもんばかりやったそうな。ところがその盆地がタンスの上へ上がることだけはみんな気を合わせたように、まあどないしても構わんと放っておくのや。そうな、言うても言うてもだっちゃかがやなと一助は諦めてもうてな、もうちょこし大人になれば伊賀になるやろもうて、何も言わんと勝手にさせておいたんやといね。先に言った通り子供らっちゃ8人おるのやけど、一助が覗いたらなんとその中の5人までが寝間におらんと、タンスをいくさも並べてある別な座敷で最初のうんちと同じようにそのタンスの上へ上がって、こうして
ちゃんと膝に手を置いて座っとんねやがいね。一助がどないびっくりしたかわかりますやろ。一助は心配になったそうや。子供らちゃ病気にかかったのやないかと。ひょっとしてその病気が次々にうつとのやったらひどいことになる思うてな。一助の心配は半分ほど当たっとったそうや。タンスの上で夜を明かしてもう別に病気ではのて、みんな体はもう達者長やけど、家の門に次から次へと移るのは心配通りやったのやといね。昼間はみんな今まで通りの家族やけど、よさるになった境には化け物みたいしに、口も聞かず顔色も変えんとみんなしてタンスの上へ上がってしまうのや境な。もう恐ろしいて眠られんがになってもうた。もう今のあんたさんと同じ紅茶。じいじもばあばもかあかも子供らちもみんなが力合わせて浜へ出るこの前の道から家の中へ古いタンスを運び込むところやった。一助は口も聞けず、家中の門がそのタンスを奥の間へ運んでいくのを眺めとるだけや。じいじにばあばにかあかあに八人の子供らち一人残らずタンスの上上がって膝に手を置いて座っとった。身動きもせんと目開けてきちんと座っとんのや。そやけどあんたさんかっていっぺんここへこうしてかた上がって座ってみさしまよう分かるさかい。タンスもほらこんなに余計あるし、この家に泊まるのも何かの縁ですさかいなあ。